演舞開演。どうも、本日はこちら山崎の串団子あんこを食べたいと思います。以前みたらしは食べた記憶があるんですが、あんこは、串団子、つぶあんは食べた、紹介は初めての気がしますね。ではご対面。はい、このあんこの飲み方がいいんですよね。ではいただきます。このあんこのさっぱりした甘さがいいんですよね。もっちりとしたお団子にさっぱりとした甘さの粒あん、2種類の食感がうまく噛み合わさってとっても美味しかったです。まあまさに噛んでますしね。やっぱり和菓子はおあんこがいいですね。団子大好きです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。